だから僕はかわいそうだなと思ったんでうん、うん、俺が上がる株を教えるよっていうのをやろうかな銘 <laughs> 柄推奨銘柄ですよだでもこんなんの超絶簡単よ、はい、NVIDIA の株を買うっていうのはいつ買えばいいのかって俺だってディープラーニングの話をし始めたあと2013年とかだ GPU の会社って NVIDIA しかねえじゃん,うん、うん、ってなるわけじゃん、ねはい、NVIDIA の株を買うのは超簡単じゃい、うん、うんはい 堀井さんその頃にエヌビディア株買おうとかって思わなかったんですかだから言ってるじゃん、はい、でもエヌビディア株だとそれこそ事業投資に勝るぐらいのパフォーマンス得られたかれれ出てない出てない全然あ,<ー>あで俺の方が出すと思ってる、うん、あからエヌビディアの株も買わないっ、うん、はいモンの要点まとめちゃくちゃ簡単なんだよあそうなんですか <laughs> 俺,俺はだから自分の方がパフォーマンス出せると思ってるからわ、うん、かる例えばライブドアの時 っていうと、僕の自己資金ゼロだからね、最初。全部借り入れたから。300万円借り入れたものが、一時期数千億になってるわけじゃん。だからすごいパフォーマンスなわけ。そうですね。だからそっちの方が絶対いいから、だから買わないんですよ。個別株を。堀江さん、上場株じゃなくて本当に事業投資ですよね、非上場の。あ、非上場というか、自分の事業に投資した方が、同じ1億円だったら、これが、 1>, 1億円を1,000億にするっていうのは上場株ではまあほぼ不可能ですだけど事業投資だったらできるからだ、うん、だかからら僕は上場株買ってなないんですなるほど自分も買ってないものを人に勧めるのはいかがなものかと思って、うんはい、投資の YouTube とか本とかは出してないんですけどなんか後藤さんの本が売れてるの見て羨ましくなったんで俺も出すわ <laughs>、はい、<laughs> っていう話なんで、はい、僕が個別株の話をしたら絶対受けるとか。はい でもほとんどの人は事業としてできないですしその事業のアイデアもないし、はい、ある企業によし1000万円突っ込むぞってそんななかなかできないですから、はい、ってなるとやっぱり、まあ、あの月々5万円とか1万円とかっていうことでいうと、まあ、こういうことを選ぶの S&P500 とかオールカントリー選ぶのもまあ合理的だしだから僕はかわいそうだなと思ったんで俺が上がる株を教えるよっていうのをやろうかなう <laughs> 柄推奨銘柄です、ね、いやんなのすいすもう超絶簡単よ、はい NVIDIA の株を買うっていうのは、いつ買えばいいのかって、俺だって、ディープラーニングの話をし始めたの2013年とかだね。はいはい、ディープラーニング2010年ぐらいですけど、まあ2012年、うん、11年、12年ぐらいでわーってきて、これはとにかく行列計算を山のようにしなきゃいけないんだってことは分かるわけですよね。だって行列計算とか GPU だよね。GPU の会社って NVIDIA しかねえじゃん。うん、ってなるわけじゃんい。うん ともエヌビディアはいつ上場したのか覚えてないですけど、エヌビディアの株を買うのは超簡単じゃん。だって今、エヌビディアの売上げで83%が AI 関連なんですよ。うん、そうですね。この1、2年で AI もめちゃくちゃ売上高増えましたからね。で、アラももう70%以上だったりしますから。すごいとはいえ、じゃあ、ニューラルネットワークの計算に特化した形のチップとか、今、そういうの設計してる会社とか出てきたりとかしてるけど、 やっぱエヴビディアも同じようにそれは作ってるわけで、うん、それやっぱなかなか勝ちづらいよねっていうのはすごいわかるから、えーはい、え堀井さんその頃にエ v i ディア株買おうとかって思わなかったんですかだから言ってるじゃん、はい、でもエヴ i ディア株だとそれこそ事業投資に勝るぐらいのパフォーマンス得られ出てない出てない全然あで<ー>俺の方が出すと思ってるからエ v i ディアの株も買わないけどまあとはいえディープラーニングって だけだったんですよ。最初は。最初の数年は。そしたら GPT が出てきて、トランスフォーマー出てきて GPT 出てきて、これ AGI できるじゃねえかっていうところで、ドーンってたわけですっていうのが今です。これはボーナスですよ。それまではわかんないけど、